はい、皆さんこんばんは。栄冠内編やっていきたいと思います。甲子園ですね。ついに、行きます。甲子園の第1回戦です。行きます。大城を注目選手にしていきます。勝つ。相手のランクをクリスの調子がいい。だがもうここまで信じ抜いてきた池田でいきますよ。球速1キロ上がってますしね。桑名妹絶好調か。でも小太郎いるんで桑名妹は代打ですね。ほうほうほう。大城注目なんで1番2番は出塁率の高い選手にして大城を持ってきて小太郎4番っていう。ショート誰かいないか。下げて小松原で行って小次郎モブキャラこうかなですね。これでいきます。でやばくなってもクリスにチェンジするっていう、そういう感じですね。相手の調子はまあまあか。まあまずは相手のチームの能力を見たいと思います。 C ランクなんでね、まあ結構まあ事故が起こらなければなんとかなると思うんですけど。頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。大会1日目甲子園大会1回戦第2試合の模様をお届けいたします。1日目1塁側1回戦の第2試合ね。新鋭高校チーム三塁側静岡代表富士、憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。投手力が異常に高くて意外性が低い。もうこれほぼ B ですね。相手もほぼ B ですね。ランクマウンド上は富士の。ちょっと待って、相手の能力見ますよ。富士の、おー、いい選手だな、いい選手だな。カットボール、カーブ、スプリット、サイドスロー、サイドスローでスプリットどうやって投げんだ。すっごい腕おかしくなるぜ。サイドスローでスプリットって、こいつもやばいしな。まあいいでしょう。で野手データ見ます。あ、投手力高いチームっていうの分かりますね。うん、そこまですごくないですもんね。対左 G ですか。こっちクリスが左なんですね。池田が右なのか。おー、山来た。なんでこいつ4番にしない。なるほどな。バッティングは大したことない。1点取られなければなんとか勝てるかなと思います。大城強振対応にして転がす。第9打て。打った。島津掴んだ。一塁へ送る。うわー、ダメか。まあまあ知らない。いい数字がなかったんでね、仕方ない。2点取られた。池田が2失点を許した。何があった、なんかやられたか。まあこういう場合大概ホームランでしょうね。あれ抑えてんじゃん。あれ打たれてないぜ。あれ打たれてないのに。センター前。あれなんで俺2点取られてんの。打たれてないの。さて何が起こったのかさっぱりわからないですが、打たれてないのになぜか2点入ってます。打て。 OK。 風が6なのか。あ、点入らなかった。4回裏の攻撃ノーアウト1・3塁。小次郎、これお祭り男入れる場面です。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。で送りバント、もう実質スクイズですねこれ。うん、実質スクイズですね。流し打ちます。流し打ちで外野まで行けば OKOK。 1点取った。 OK。 いいね、フィルダースチョイス、ナイス。モブキャラ、モブキャラは引っ張るか。お祭り男入れて引っ張り。 OK。 入ったでしょ。あ、甲子園広い、甲子園広いんでね。まあまあ知らない知らない。一角形2点ね、返しました。このピッチャー打ち崩せば勝てるぜ。お任せ。待て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 、
せい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 。肩越しにランナー見た。エンドラン。いや、待て。タッチはセーフ。エンドランしてた、刺されたって、刺されてたってわけですか。待て。ほう。ほう。曲がした。三振。くっ。信頼度が低かったな。くせ者。くせ者入れて、引っ張り。でよし、宇宙間のフライ、オッケー、勝てるな。うちの選手のバッティング能力上がってます。はい、ピッチャー池田、ピッチャー池田か。流し受け、受け、補填ヒット、補填ヒット。ああ、ちょっとか、風か、風で戻されたか。5回裏の攻撃、一塁、大城、引っ張れ、オッケー、打つな、うちのチーム打ちますね。めちゃくちゃ打つな、うちのチーム。素晴らしいぞ、お前ら。最高だぞ、お前ら。輝いてるぞ、お前ら。強心臓入れようか。強心臓。強心臓が力を発揮するのか。流し打ち、流し打ち、うわ、デッドボール。マジか。まあいいでしょう、満塁になったんでね。スクイズ、満塁なんでスクイズはまずいです。おそらくホームゲッツーとか されますね、スクイズしてもらうと。流し打ちで犠牲フライ狙い。お、じゃあ荒れてる。どうする、打ちに行くか。待てっていう選択肢もありますけどね。打ちに行こう。 OK、 押し出し、フォアボール。ピッチャー変えた方がいいんじゃないか。相手引っ張り、引っ張り。相手ピッチャー変えた方がいいんじゃないか。空振り三振。低めの変化球に打てんか、マジかよ。究極の思考。まあいいや、流し打ち。はい、スリーボールです。ありがとう。流し打ちか。サードランナー抜けろ。うわ、ここはファインプレーに阻まれました。仕方ないか。スリーアウトチェンジ。最後はいい守りを見せて。よし、まだ攻撃。高校チーム、池田が耐えてますね。流し打ち。初球を打った。お、これは、これはあいつキャッチしています。デジャブか。今の光景見たことあるぜ。モブキャラ、モブキャラは盗塁とかできる、盗塁とかできますか。誰、無理だ、盗塁は無理だ。お任せね。信頼度低いんですよね、モブキャラ。引っ張れ。僕だってあのシュートのやつでしょ。うん、シュートじゃないや、なんか、なんか7のやつでしょ。お、帰った、やった、やった、3点差、勝てそうですね。油断はできないですけど。流し打ち。桑名兄弟ね、打ってくれないですね。なんか一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。7回までが8回裏の攻撃。空、空もあんま当たってないのか。空もあんまり当たってない。黄色い声援、黄色い声援。待て。よし、肩越しにランナー見た。引っ張り、引っ張り、引っ張り。いやー、ダメだ。空振り三振。空でも打てんか。これ抑えれば勝ちですね。伝令、守備にすごく気合を入れる。伝令、守備に気合を入れる。これでいきます。で、伝令もう一個念のため残しておきます。低め中心、追い込んだんで、追い込んだので低め投げると多分打たれるんで、コースを任せで。ああ、ダメか。
悪くない配球だったと思うんですよね。笠原打たせて取れ、ゲッツ狙い、追い込んだので臭いところに変えます。よし、判断が良かったな今、うん、で低め中心打てんぞ、さすがに打てんだろ。あー歩かした、やばいな、ホームラン打たれたら終わるか。投稿入れよう。さあ投手あふれるピッチングを見せてくれるか。で緩急重視、球速上がってるんでね、緩急重視効いてくると思いますよ。オッケー、ゲッツやった、はい勝ちました。1回戦突破です。うん、甲子園1回戦突破しました。よし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 、1回戦突破やった、勝ちましたね。能力も甲子園、すいませんさっきから喉が甲子園大会ね、なんで能力値の上がりがすごいと思いますよ。お、池田が尻上がりになった、池田がさらに強くなると、筋肉のパワーが B になった、やっぱ上がりがすごいな。お、皆さん評判が上がったので強豪校と呼ばれるようになりました。いい選手入ってきますね、間違いなく次のドラフトは。評判が上がり、学校のグラウンド土が黒土になった、すげえ完璧じゃないですか。で、マシン打撃、マシン打撃を中心に行った。で大事になってくるのがこの特訓ね、特訓で特殊能力、今から特訓を行うか、今日張り切っているのはあの3人だな、筋肉くん、桑名弟、板垣、筋肉くん1年生なんでね、筋肉くん5割7分1厘、すげえ筋肉くん、1年生だぜこれ、筋肉くん、おかしいでしょこの筋肉くんにします、1年生なんでね、広角打法、広角打法を覚えればやばいですよね、間違いなくマジの筋肉になりますよね。行け筋肉、筋肉で広角打法を取得し、できない、あー痛い、取得してほしかったな。池田先輩の知名度が上がってきました、早い、2年生の段階でこれが出るっていうのはすごいですね。池田、何話の鉄仮面になった、鉄仮面というよりポーカーフェイスってことですね。春の甲子園大会初勝利おめでとうございます。この勝利を記念して校長が贈り物が届いています。ラットマシン交換券、筋肉が広角打法を覚えてくれていればすごくいい展開でしたね。練習休み、疲れを取って、せっかく甲子園来てるから練習させればよかったかもしれないですね。野球部 OB で現在肉屋の内山が来た、ナイスで、どういう感じになっているのかちょっと見てみますか。練習データ、池田普通なのか、ノリノリがいいんですけど、もう普通か、なんかないかね、お米の言葉ね、2回戦で使うか、まあいいか、まだここでは温存しますか。クリスはノリノリなんでしょ、うん、クリスはノリノリなんですね。おー、ノリノリの選手が多いですね、いい感じです。ということでね、一旦、そうだ、ラットマシン交換券とかいうのなんか手に入ったんですね。この辺使えないのか、これ使えないの、無理か、これも無理、まあ、ということで一旦この辺でこのパートを切ろうかなと思います。また次回、第2回戦から、甲子園の第2回戦から行きたいと思います。また次回も見に来てもらえたらなと思います。ということで一旦お
疲れ様でした。ありがとうございました。